それでは本日合格答案作成講座の憲法の第1回の講義となります。最初にテキストの方は過去の5科目と同様に合格等案作成講座問題集ということで定期集、論証集も配られておりますが基本的には問題集を一つ一つこなしていくということになります。本日から憲法ということになりますが通常だと第1問から順番にということになるんですがどうしても総論的な問題が最初多いということもありますから憲法の人権パターンをしっかり押さえていくという意味で精神的重権ですね。 からら先の問題をやりながら、まあ、憲法論文の書き方であったりとか考え方みたいなところをもう一度、えー、インプットのところから、えー、復習していただくということで進めていきますですでから講義の順番としては第15問から順次、えー、と人権のところを進めていきましてで人権のところが終わったらまた1問目以降に戻るという形になりますので、まあ、適宜その辺のところは問題は指定させていただきますで本日、まず最初ですね、えー、憲法の問題ということになりますが第15問をちょっと例に取りながらいきますけれども。 まあ大体まあ予備試験にしてもまあ法科大学院にしても。 えまあ大体憲法上の問題点について論じなさいという形で取材されてくるわけですね。でこの憲法上の問題点論じなさいというふうに言われたときには、まあ、基本的には憲法何条の問題になるのかっていうね憲法何条に違反するかしないかってことをまあ論じていけばいいんですが、えー、基本的な考え方としては、まあ、やはり当事者の主張反論をしっかり組み立てていくということになります。えー、ですので、えー、このまあ第15問なんかを例にとっていきますけれども、まあ、公立英中学校の生徒 X がいて。 Y 宗教団体に所属している Y 教の熱心な信者であるで日頃から学外において Y 団体の宗教活動に積極的に参加していたで最も学内において勧誘などの活動はすることはなかったんだけど、まあ、熱心な宗教活動をしていたとで。X としては公公立立学校、まあ、公立ですから一応 公ということになりますが、えー、進学を希望し受験したところまあ学力検査の成績では十分合格ラインに達していたが、えー、内申書が原因で不合格となったとで内申書の中にどう書かれていたかというと X は在学中、えー、社会的に問題とされている Y 団体の宗教活動に積極的に参加していた、えー、との記載があったでやむなく X は、えー、民間企業の C 社への就職を希望した、えー、C 社は X の思想新調査の結果 X が社会的に問題となっている Y 宗教団体の信者であることが判明したので、えー、採用を拒否した、えー、この場合における憲法上の問題点について論じなさいということになりますでそうするとまず、えー、ちょっと最初に、ねえー、問題を解く前の段階でまず意見審査をしていくと憲法上の問題点を論じるにあたってはあの法令意見なのか処分意見なのかということは正確にあの区別してくださいあの法令を叩くのかそれとも処分を叩くのかですよね、まあ、つまり 法令意見の問題であると捉えたのであれば、これはまあ通常の意見審査、アプローチが違うわけですよね、審査基準の定率プラス、まあ、立法事実、その立法の際に考慮された事実ね、立法事実の当てはめということになりますよね、まず大前提としてね、で処分意見だった場合には、そもそも審査基準立たないですよね。 えー、例えば校長の、えー、例えば入学拒否処分であったりとか、えー、例えば学校長による、えー、退学処分などもそうですしあとは懲戒権者による懲戒処分みたいになってくるとそもそもそれって法令じゃないですから違憲し責任に立てること自体が不正解なわけですよね。ですから、えー、実際に問題となっている処分について違憲だということであればそもそも通常は裁量権の逸脱。 乱用の検討であるもしくは、まあ、この辺も詳しくやりますけど裁量権の逸脱乱用の審査をあの検討していくかえもしくは なんでこの中でおそらくは比較考慮とかやっていくわけだよね。その中であの得られる、あの害される利益と。まあ実際に失う、あの害される利益と、その処分をした理由というものの、まあ合理性ってものを見ていったりとか、比較考慮していったりすることになるんですが。少なくとも処分意見ということになりますから、法令自体の審査をすることはありませんので。え実際に行われた処分が裁量に反するかどうかみたいなところが問題になる。っていうことだから、まあ結局合理性の有無ですよね。まあ一時意識合理性。 もしくは根拠法令の要件充足性ですよね。要件充足性の検討つまり処分となる根拠となる法令ですよね。法令の適用ミスの有無。 まあこの辺りを検討していくということになりますのでまず一番最初、まあ、大前提ということになりますけれども、えー、憲法上の問題点を論じるにあたっては何を問題としていくのかということになります。でその上で、えー、まあ通常の場合は法令意見も処分意見もあるんだけれども例えば法令意見を例にとれば法令意見を例にとった場合にはまず権利性から入りますよねつまり憲法上の権利かどうか。 を見ていくわけですよねで実際に権利性が高いかどうかっていうことをまあ検討していくわけだけれどもまあ実際に憲法上の権利でないということであれば憲法上の問題点にならないわけだから、えー、そもそもまあ最初だからねちょっと今日は憲法の論文というのは結構重要なので、まあ、書く時のまあ意識づけですね、まあ、しておくと具体的事実からいかなる権利が制約されているかまあ権利なり自由ですよね。 そこをまず特定してください、えー、ですから第15問の問題なんかを例にとれば、まあ、これなんかはあれだよねそのいかなる権利が制約されているかというよりも、まあ、シンプルに、えー、それで Y 団体の宗教活動に参加したことを理由として、えー、実際に入学を拒否されたということになりますから、えーまあ、そ,それをまず具体的事実から書いていくとで具体的事実から、まあ、いかなる権利自由が制約されているかまたは不利益処分を受けたのか、えー、いかなる不利益を受けたのかそれを認定した上でそれが。 憲法上の権利に当たるとまあ当事者の視点に立っていくわけですね、原告としては最初、こういう権利性みたいなね、憲法上の問題点について論じなさいという書き方はしてますけれども、基本的にこれが出発点になります。 具体的事実からいかなり権利自由が制約されているのかということについて、えー、特定してから、えー、その権利として憲法上の保障が及ぶか及ぶとしたら何条の問題がですよね及びとしたら何条の問題になるのかということをまず指摘しますで指摘した上で何するかというとそれが権利の重要性というのをここで見つるわけですね。 ま忘れちゃいけないというこだいたいマニュアルがあるわけじゃないんだけどこれをすっとますと終わっちゃうってこところですね、えー、その権利というのがいかに重要なのかということについて必ず言及をしていきますえー、特にあの二重の基準論みたいな精神的自由権と経済的自由権みたいな話だけじゃなくて あの例えば同じ表現の自由であっても政治的言論と営理的表現は違うわけですよね。政治的言論と営理的表現って異なってくるわけだからその、えー、人権のカタログごとの区別ではなくて人権のカタログの中でも重要だっていうこともやっぱりあの重要であるなら言っていくべきです。でその上で、えー、権利性が認められた場合じゃあこれが制約されてるかどうかですよね。 いかなる制約がなされているのかということについて制約の有無や対応について検討していくということになります具体的には制約がないという場合もあるので制約がないという場合もあるのでそのときは反論として制約はされていませんよということを言う例えばよく出てくるのはこの署名を出さなければ あのまあ、前も言ったか予備試験の出たやつなんだけども誓約書を出さなかったらあの補助金出さねえぞみたいなね NPO 法人に対して誓、えー、約書を出さなかった場合には、えー、補助金を出さねえぞっていった場合もちろんあのその NPO 団体としてはあの要するに誓約書を出さないと補助金を受けられないで受けられないことによって集会できなくなると、えーまあ、結社かな、えー、実際にその団体が存続できないということで結社の事業を制限するんだなんていう主張は十分ありえるんだけれどもただそれに対して行政から反論立つでしょう。 補助金がもらえないだけで決社はできるでしょうということは十分言えるわけですよ。でそういうふうに考えていけば、制約がないという反論も立ちうるので、その制約の有無についても、もし反論を踏まえてなんて言った場合には、被告の反論として一番大きいのは、それは実質的に制約されてませんよということは言えるわけです。で、まあ、仮に制約があるとしてね、仮に制約があるとしたら、じゃあ、いかなる制約対応か、えー、ということですね。でこれについては、やっぱりすごく具体的に書くべきですよね。 例えば、直接規制なのか、直接規制なのか、間接規制なのか、これ、いろんな視点があるので、問題解きながらになるので、覚えていくっていう作業ではありませんえが、直接規制なのか、間接規制なのか、規制対応が強ければ強い方がまが、当然、許されないものということになりますから、直接なのか、規制なのか、もしくは罰則ですね、罰則による担保がついているかどうか。 もしくは事前規制か事後規制かそれから内容規制か中立規制か。 まあこれ言い出せばきりがないのでこのぐらいしますけれどもどういうふうな対応で制約をしているのかということについてできる限り具体的に書いていくことになりますえまあ今日ね最初の1問目はねあの処分意見の問題になっちゃうからあれだけれどももし法令意見であっても処分意見であってもこれはこういうふうな形で書いていくことは当然必要になってくるまあ権利性の認定それから制約の認定そして権利性と制約というのがそれぞれ出揃ったらそれが許容されるかという認定です。 つまり正当化されるかですよね。許なされるか、まあ、言ってみれば許容されるかという問題です。で、この許容されるかという問題になっていくわけでしょう。でこれは、あの権利の性質と、それから権利の性質と制約の対応との相関関係ですよね。権利が高ければ高い方が、制約が強ければ強い方が許容されないわけですよね。 でえー、権利性としては弱いとっちゃいけないけど、えー、憲法上の権利性としての重要性が高くないものでかつ制約対応が緩いものであれば許容される可能性が高くなるでその時の一つの基準があの法令意見なら審査基準なんですよ、法令意見なら審査基準を立てるもしくは比較考慮なんかをすするわけですよね得られる利益と失われる利益を比較考慮するなど、まあ、そういう形で、えーまあ、法令意見だったら手法としては、まあ、審査基準。 まあ大体の場合目的審査とか目的効果基準ですね、まあ、審査基準であったりとか、まあ、もしくは非確保量対立利益がある場合ねもう明らかに例えば表現の自由とプライバシーとかね 表現の自由とプライバシーとか、えー、まあそういうふうなもう明らかな対立利益が明確である、えー、ような場合だったら比較考慮することもありますで、えー、法令意見だったらそういうまあ大体の場合審査基準を作るで、えー、処分意見だった場合には、まあ、さっき言ったとおり裁量、えー、裁量であったりとか要件検討であったりとか周りでこれも比較考慮できますよね などなどを使っていくということになります。で、大切なのはあのこの流れっていうのを、まず、あの大きな3つのステップっていう流れを外しちゃうと憲法の論文というのは作文になりますから、えー、しっかりと権利性制約。それから正当化根拠っていう3つの流れで、えー、組んでいくことが必要になります。で、審査基準を立てるっていうのがまあ、法令意見の場合には一般的ですが、えー、この時に理由付けが全てです。なんでこの審査基準を立てるんだってことです。 えー、よくやってしまうのはなんか表現の自由だから厳格だとかね、えー、なんかとりあえず真ん中辺にしとこうって中間審査基準とかっていう感じで、まあ、いろんな審査基準をね、えーまあ、立てるっていうケースもあるんだけれども基本的にはこれは12を踏まえたことになります。これは、ね、この裁量ととかかもそううですこういったものは ① とか ② を まあ大体こんな感じですよね。えー、丸一丸二っていうのを踏まえて理由付けを含めて論じていく、そして、えー、妥当な結論を導いていくというそんなイメージになっていきます。だからあのまずは書いてみるってことですかね。えー、まずはあの。 特に憲法の場合合格とは作成講座だと初めて憲法論文のインプットという形に入ってくる人もいると思いますがまあそんなにビビる必要はないんですよ。ビビる必要はないんだけれどもあの書くことが思いつかないということが往々にして起こる科目なんですえ何書いていいんだこれはってなるのである程度の1つのマニュアルという形になるとこの3つを外さないようにしていけばとりあえず答案のような形になります。 であとはいろんな判例の知識であったりとかいろいろと、えー、答案問題をやっていく中で、えー、答案の中で着目している要素とかそういったものをどっちかというと徐々にインプットしていくイメージですね。あこういうところに着目しているんだこういうところの記述をするんだみたいなのを押さえておくと、まあ、良いかなと思います。で、まあ、これを踏まえてちょっとせっかくだから第15問をちょっと見ていくと、まあ、大きく分けて2つ問題になっていましてなんかあの A 社と A 中学校と C 社って2つあるのであの基本的にはまず A 中学校の方を とえー、から説明ししていくとう感じになるんでしょうあのなるでょだからね A 中学校がなんだっけえー、と入学できなかったあごめんなさい A 中学校が内申書を記載したことだよね、えー、で内申書を記載してその結果、えー、不合格となったっていうことですね合格ラインに達してたんだけれど中学校から提出された内申書原因で不合格となってますから、えー、結局のところ1個目の問題となるのは、えー、と A 中ですね A 中の 内申書に Y だっけ ?Y 団体の活動が記載されている。で、これによって B 高校かな ?B 高校。まあ、できなかった。まずあの 前半だけまず説明しますけれども、まずこれで行為を特定しましょう。A 中学校に宗教団体である Y 団体の活動の記録があった、でそれが原因で B 中学校,の、えー、学校に入ることができなかったということになります。いいいいいいでですかかねここれれにについてははきななり信教の自由に行かないでくださいこれが要は 信仰理由とする不利益取扱いになっているということです、ね、結果的には。でかつ、これ複数書いていたほうがいいです、信仰行理由とする不利益取扱いはなされたけど、そもそも論として内申書の記載があったということはこれ何ですか、ね、進行内容の、あの要するに信仰する内容というのをそのもそも書いちゃっているわけですよね、ごめんなさい、ね。失礼しました まあいいかこれは大丈夫か、えー、と進行内容ですね。え迫するものということになりますから、すると、あの実はこれ、憲法上20条の問題だけでは実はなくて、えー、20条ではなくて、この内申書の記載というものは、 あのまあ、もちろん信仰流通振り絵とおりたいことはこれは憲法20条ですよね、えー。憲法20条1項の問題だけれども信仰内容を外部に脅迫するということは漂白するということは、まあ、言ってみればこれっていうのは、まあ、もちろんこれは十条一ごにもなりますよね当然のごとく信仰の自由の中には事故の人口を 自己の信仰を漂白されない自由も当然含まれますからね、えー、自分の信仰が何を持ってるんだっていうことを外部に漂白させるっていうことについてはあのちなみにこれ20条1項って書いてますが厳密に言うと20条1項からも19条からも行けますよね思想良心の自由に沈黙の自由がありますからいいよね とということですね自分の信仰が漂白されないという自由があるってでそれを害されたってことです、勝手に自分の宗教信仰をばらされたってことになりますから、すると、まあ、事故の信仰を漂白されない自由っていうのはもちろん宗教の自由、信教の自由である二十条一項でも導けるし思想良心の自由で一内容としても導ける、でさらに、まあ、もうちょっといきます、これだけではないですね、信仰内容を外部に漂白されたってことはプライバシー権の侵害にまでですね、プライバシー権に対する。 つまり事故の情報についてですよね。みだりに公開されるってことになりますから、当然のごとく事故の情報を。 まあ実はこの辺りが問題になるんだということはまず意識しておくといいかなつまり憲法20条1項という問題ももちろんあるんだけれども併せてプライバシーの侵害というものも当然同時に生じてますからこの記載というのがどういうふうになっているのかということをまあ書いておけばいいと思いますいいですねよろしいでしょうかですると、まあ、これを頭にちょっと入れながら見ますけれどもするとこれを、まあいまあ、大体の場合 一つ、これをまあ例にとると、まあ、これはナンバリングうまくかけてほしいんだけれどもじゃこれは憲法上保障されると。 まあこの不利益取扱いも後でやりますけれども、まあ、一番まず大きいのここかなっていうねつまり信仰内容がこの内申書に書かれたことによって外部に漂白されたわけですよ。ということは、これによって自分の信仰が外に出されたということを主張する前提として自分の信仰を漂白されない、つまり公開されない、ばらされない自由というものが、まあ、一種の沈黙の自由として憲法上、保障されるはずなんですよね。でそうするるととこの憲法上保障されるとして じゃあ保証の程度はどのぐらい強いかというとこれ内心にとどまるかぎり、絶対ですよね。つまり、かつ権利性の問題です。すすごく大きいんですよね もう絶対的権利とされていますから信,信仰の自由もそうだし良心の,の思想良心の自由もそうですけれども内心内面にとどまっている限り絶対的に保障されますからそれだけまあ強力なものであるとでそれについては理由付けも書く必要があります理由付けについては当然のごとくその内心にとどまっているものに対する国家の干渉は許,すべきでは許されるものではないということを書けばいいわけね。 だから憲法の論述の中心はその自分なりに理由づけを立てるというところが憲法論の中心になるんですよだからあの言葉難しいけど書くことが思いつかないという人は理由が書いてないことがほとんどだから例えばこれだったらその自分の信仰を漂白されない自由というのが沈黙の自由なものがありますよとでこれについては憲法上保障されていて内心とどまる限り絶対的保障だよとうう言ってるんだけれどもなんと絶対的に保障されるのかということが漏れてるんですよなぜ絶対的に保障されるのかっていう。 でそれはもちろんあの内面にとどまっている限りは国家によるその干渉なんて許されるわけがないでしょうというまあその辺りのところであったりとかまああの自分なりに理由づけをちゃんと立てていくことは必要になりますであとはまあ余談ですけれどもこれ29条、19条もありますけどああともう一個ありますよね沈黙の自由だからあの今回はあれでしょあの第三者が書いてるからないけどあの自分がこれ書けって言われたんだったら表現の自由もあるからねあの消極的表現の自由。 つまり、表現したくないものを表現させられるということになりますから、もしこれが第三者ではなくて、自分自らが申告しなさいという申告書ということになれば、21条1項の問題も当然、現れてくるということになりますでは、今回、この沈黙の自由というものが憲法上保障されるとして、じゃあ、制約があったかどうかですよね。じゃあ、制約の有無っていうのはどうなのかということですね。 とということですが当然のごとくこれあの麹町中内申書事件前提としてますよね麹町、えー、中学校内申書事件を前提としてるからそうするとその麹町中で言われていることを頭の中で想定させればいいわけですよねつまりあの反論ですよね、まあ、反対って丸反ってこれ反対意見としては少なくともこれ外部的事実 つまり外部的事実を記載したにすぎないから結局のところ信仰ですよね。したがってまあ多分反論としてはこういう反論なんじゃない <laughs> えー、つまり、麹罰中内申書事件をベースに考えれば、えー、このようなまあ内申書の記載というものは外部的事実というものを記載したものにすぎないとで、えー、すると外部的事実つまり宗教活動ここも具体的に書きましょうね、えー、宗教活動という活動内容を書いてると。つまりこのの外部的事実っていうのは 参加の事実になるわけだでするとその参加の事実を記載したに過ぎないわけだからそれ自体が信仰をスイッチさせるものではないので沈黙の自由への制約はないんだというふうに反論はあると思います。で,でこれ例えばですけれども憲法の論文っていうのは、まあ、これからたくさん問題を解くけれども大体の場合、えー、原告の主張を書いてから 憲法上不満がある原告の主張を書いてから反論を踏まえて自分の意見を論じなさいというパターンが一つでこの時には要するに侵害されてるんだということを原告が述べて被告としては反論があるわけでしょ、まあ、もしくは権利性がないのか <laughs> 憲法上の権利性がないというのかそれとも制約がそもそもされてないと。 制約がされてないというのか制約があるとしてもその制約は許容されるというのかはさま様々あるけれどももしくは処分意見なら合理的理由があるよと裁量の範囲内で合理的理由があるよという反論か分からないけれどもその原告が憲法上の違憲だということに対して強く主張するとまあ大体の場合原告は憲法上の権利性が強くて制約対応が厳しくておよそ許されないということを言うんですで被告としてはさっきも言ったように3段階目のどこで争うかは別として憲法上の権利ではないとは言うかもしれない <laughs>。 もしかしたら制約がないというかもしれない場合によっては制約はあるけど許容されるというかもしれないでそこを対立軸を明確にした上えで判例を踏まえて自分の意見を大きく論じていくということになりますその対立型はねで憲法上の論じなさいって言った場合には、まあ、結局それと変わりませんやってることはその要するに原告被告が現れないだけで被告の反論のところはもっともとか確かになるだけなんですよ。ももこここううううういうふうなことっていふなとととが考えられれるるけれども違うよするのか こういういうな最もこういうことが考えられて実にその通りだってするのかそれはもう別ですけれども少なくとも憲法上の論じなさいっていった場合でもやってることは最初ここでしょ一番最初に内心あの言ってみれば問題となる行為今回処分ですよね行政行為だからね問題となる処分を特定してそれが憲法何条の問題になるのかを示すでその何条の問題かが示されたら憲法上保障されている範囲ですね何がそもそも憲法上の権利なのかってことを特定してその権利性の強さを論じる。 ということですねで今回は制約対応出てこないです、制約があったら即アウトだから、い,いよね、えー、つまりこの、えー、と進行内容についてということですが内心にとどまっているものを言わされるということになりますからこれはもうあの内,内面にとどまるものを直接制約することになるからもう制約があったら一発でアウトということになりますで、今回それが制約があるというふうに言えるか言えないかだけの話になりますから、すると反対意見としてはこれでしょ、えー、外部的事実を記載したに過ぎないからいいんだよと。 これに果たして合理性があるかこれが果たして正,正当な反論なのかどうかを見ていけばいいんだけれども麹町内申書事件の場合にはこの結論になってるんだよねだけど麹町中内申書よりもこれたち悪いのわかります宗教活動に参加するっていう発言自体で宗教を信仰していることは当然スイッチされますからね いいですよね、えー、た例えば麹、まあ、町中内申書事件だったらなんかあの学校でビラ巻きをしてマルクス・レーニン派に参加していてとか、えー、機関紙砦を発行してとかなんか粉砕と叫んで学生時代何かやったみたいなそんなこと書いてあったけどあれよりも多分厳しいよこれは宗教活動に参加しているっていう言葉なんだからそれ宗教的な思想を持っていることについては明らかに推移させますよねですからやっぱりこれはやっぱり反論はあの通らないって思います木制約はなないと言ってるけれども少なくとも少く 宗教,宗教活動の団体の活動の参加という事実、これについては通常、通常信仰を持つ者が参加する活動ですよね。 だって信仰を持たない人がその宗教活動に参加することで通常考えられませんからそうすると宗教団体の活動に参加しているという事実自体は通常信仰を持つ者が参加する活動になってくるということはこれはスイッチさせます。したがってということになりますよね。するとこれは 20条1項19条に反して違憲ですよと、まあ、大体こんなふうな感じになりますかねこれはね。<laughs> いいでしょうかで当然のごとく、えー、この信仰の有無をスイッチさせるからこのような、えー、記載がされたこと。 というものも違憲だし、それに基づいた入学というものもこれは進校理由とする不利益取扱いになるというイメージになりますよね。すると、まあ実はこれ最初にね、あのまとめて記載があって B 高校への入学ができなかったっていう,ふうに一色太に書いてるけれども、2つの次元になってますよね。えー、つまり A 中学校がその内申書を記載したことも違憲だし、その内申書を参考にして内申書の記載を元に不合格にした B 高校の入学拒否処分も意見ってことになりますよね。 いいですね、つまりちょっと上に戻りますけど要はこれっていうのは実,を言う実はというかね左開けてたのはそこでして要はこの一連の行為の中にまず A 中学校の問題と B 高校の問題が分かれてるわけですね。で最初にまあ A 中学校から検討したわけですが、まあ、A 中学校のこの外部へ評価する行為というものはその宗教的沈黙の自由を侵害するものとして違憲であるということになります。ということは従ってそれに続ければ。 まあこれまでね、ということはその結果 B 項ですね20条1項に反し違憲というふうにまあ当然導かれるわけですね、えー、つまりだってこれ、基地ッチされちゃうんだから。 新理由としては取り引益取り扱いだということですよね。まあ、あのちょっとな厄介なところかもしれませんが、まあ、このような考え方を取っていけばいいと思います。要するにス,あのスイッチさせちゃってるわけでしょ。その内申書の記載自体がスイッチさせちゃってるからそのスイッチした結果不合格になってますよね明らかに。いいね、で特に、えー、この B 中学校の不合格もこれ内申書が原因で不合格って書いてありますからね。えー、問題の中でも 問題文でも明示されてます。内申書が原因での不合格ですから。ということになるから、まあ、スイッチされちゃってる結果として不合格になってるからそうすると結局進行理由とした不利益取扱いに他ならないという、まあ、そういうふうな形になるんだと思います。<laughs> はい、で,では、ね、じゃあその次にじゃあプライバシーの方はどうか、えー、ということですね。 でプライバシーについても当然のごとく、これも権利性は問題になってきます。まあこれもちろんこれに二十条に違反するから違憲だって終わらせてもいいけど、問題となる権利があれば十三条にも違反するかどうかということは当然これは検討する必要があります。じゃあ、えー、事故の情報をみだりに公開されない自由というのは憲法上の権利ありと。まあ一個目がちゃんと憲って書くけど憲法上の。 まあ、いわゆる幸福追求権の一内容とされていますよ、えー、プライバシーの権利というものは、えー、幸福追求権の一内容として、えー、憲法十三条ですね、えー、憲法13条で保障されています、でその上で重要ですよね、えー、人格的に不可欠ですから、えー、憲法上の権利としてはね、でさらにあ人格的生存かな。 人格的製造に不可欠ですし例えば精神性ですよねつまりプライバシーっていうのは平穏に生きるっていう意味合いもありますからねということは精神的自由権に準ずる重要性があるとということはこれについては権利性は重大であるとえ権利性は重大であるということになりますよねはい でかつあの少しまだ、えー、プライバシー権についてはまだやってませんという人もいるかもしれませんがあのプライバシーの権利でちなみに一応ここで事、ね、故の情報をみだりに公開されない自由と言いましたけれどもあの近年ではプライバシーの権利ってこれ,ではなこれもそうなんだけれどもあの自己情報コントロール権ともやってい持ってい報を 自己情報コントロール権としての権利というのも含まれますから、まあ、一応さっき緑に公開されないと書きましたけれども試験対策上ねプライバシーというのは行政もしくは公が持っている自分の個人情報をコントロールする権利。 だからこのコントロールする権利ということは当然のごとく許可なくしてそれを外部に出させるということは許されないでしょうという,ふうですね。自分の要するに本人,の許可がなく本人の許可がなく自分の情報が外に出るということは当然許されないということになりますで、まあ、しかもそれは重大な権利でしょでかつ制約はどうか。 だからさっき言ったような内心とどまるとかとちょっと違ってくるからね。思想良心とはちょっと違いますから、自分の情報を公開されない権利は非常に重要で、制約としてもどういう状況になってます？あの言ってみれば不特定のものにやってますよね。あご、ごめんなさいごめんなさい。特定のものとは言ってもその重大事項ですよね。 信仰にかかる事項ということですから、まあ個人の中核をなす情報なんですよ。えー、個人の中核をなす情報が開示されているということになります。まあもちろんこれはあの憲法上の権利性のところで論じてもいいんだけれども、まあ今回の場合にはこれはひどいってことを言えばいいんですよね。 あのまずは権利性と制約のところで,でこれはひどいというのはどうしてかといったらその宗教活動への参加というそれは信仰にかかる事項だからえ個人の中核をなす情報つまり簡単に言うと好きな食べ物を開示されている,、えー、るの違ってもう自分の思っている信仰そのものというものが開示されちゃっているでこれはあの言ってみれば重大な情報ですから、まあ、制約としては非常に大きい制約になります。 で今回書かないけどこれが不特定多数に対する開示なのかってのも変わってきますよね。特定小数に対する開示なのか不特定多数に関する開示なのかによって、まあ、結論は変わっていく、えー、かなと、えー、思います。いいいいででしょううかかすねそやってるとここ えとそうやってまあ考えていくと、えー、実際、このプライバシー権についてのまあ制約ですね、権利性の重大性、それからまあそれに対する制約がある、でおそらく反論はなんか立ちそうですよね、あのプライバシーの権利というのはあれかもしれないけど、反論としては特定少数であると。特定少数に対する 開示にすぎないとまああれだ、ね、あのー、制約は小さいよとまあ反論としてありえそうなところであとはまあ今日は1回目の講義になりますから一緒にまあ考えてほしいんだけど反論としてあと何がありますかねこれ。 これを開示したことについて、えー、この憲法上、プライバシーを開示してたからだめだなっていうけど、そもそも、これ、行政の側としては何ですか、ね、これ、入試選抜のためにやってるんだよっていうことをちゃんと生の事実として拾いたい、つまり、制約、ちゃんとした重要な目的があるじゃないですか、つまり、これはあの中学校側ね。 内申書というのはまあ実際にこういうふうな感じになるんだと思いますよね。特定少数に対する開示にすぎないから制約は小さいだろうとで仮に制約があったとしてもね 制約があったとしても内申書の記載なんだから高校の選抜のために必要な事項が記載されている、えー、つまり制約が小さいしそれが許容されるんだと。という、えー、反論が立つと思いますするとこれが違憲かどうかを見るにあたって、まあ、これセルフで争点を形成する必要があるのよ。あのさっきの 信仰内容を外部に漂白することについての、えー、沈黙の自由については比較的制約があったかどうかで済むんだけど、プライバシーについては、まあ、憲,法上憲,憲法上保障されることは前提として、その制約対応がどうなのかということは、これ、そらくはあの争点になりますよね。えー、要するに、重要なことが、えー、核となる情報が開示されたんだということは制約はでかい。 っていうふうふな原告の主張で制約がでかくておよそ許されないという主張もあるしでそれに対して中学校側としてはこれは高校の選抜のために使うものだし特定少数の開示だから制約はそもそも少ないもしくはないだろうとで仮に何らかの制約があったとしても必要不可欠な事項を書いているんだからこれは正当化されるんだという反論立つそうするとこれを論じるにあたってどうやってまとめていくかというと結局はこれは制約として大きいかどうかということそれからこの制約が許されるかどうかということをまあ見ていけばいい。 じゃあ、あとは、いで今回はこれあの法令意見ではありませんので、要するにこの合理的理由があるかどうかということを見ていけばいいわけですよね。すると、まあ、個人的な、ここから先けは,あとはと私の私のも入りますからね、正解が、憲法ってもう嫌かもしれないけど、正解があるわけではないから、じゃあ、争点がなされたときに、じゃあ、これどうですかね。 特定少数に対する怪人すぎないって言った時に、まあ、確かにそうだそれでいいやっていうのもありです、えー、つまり学校の高校の選抜のための担当する職員でしょうねおそらくねの先生が見るだけだっていうことであれば、えー、大したことないと見ることはできるし麹、えー、町中内視書事件も同じだよね麹町中内視書事件においては、まあ、とりあえず特定少数が見るんだからプライバシーの侵害なかったよねっていうふうに言っていますでそれに乗っかって検討を出してもいいけれども、えー、まあ一つの考え方としてはいやいや 電波性があるでしょうつまり特定少数に対してこれねあれなんですよ宗教だからわかるしかもこれ問題見る限りそこそこ問題のある宗教なんだよねあ問題というかあれでしょ社会的に問題となっている宗教だからあの宗教団体の人なんだってことを知っただけでその人しか知らないわけでは可能性はないわけですよね。えー、つまり情報の伝播性を考えれば不特定多数に宗教情報が流れてしまう可能性は否定できないと思うんですよ。 となるとやっぱり情報の電波性からすれば制約対応はすげえでかいんだろうなと、えー、制約対応はでかいということになりますですからあの言ってみればその裁,量裁量になるんですよ要するに内申書に何を記載するかということについてはあの 内申書に何を記載するかについてはある程度中学校側に書くことは規定はあるでしょその高校での生活態度みたいなもののででしょあの中学校での生活態度とか、えー、課外での活動状況みたいなものを書いているわけだから、えー、いかなることを書くのかということについては、まああれでね、学校のことを知っているあの先生がそれに基づいて書くということについては一定の裁量はあるんだけれどもただ、その裁量の幅はすごい小さくなりますよね。 つまりプライバシー権という重大な権利である、まあ、ここはちょっとね、あの口頭になりますけれども、プライバシーという権利に対する重大な制約をしているような、そのような処分なんだから、その裁量審査っていうかな、裁量があるかどうかに至っても、やっぱりそこは限定的になるということです。だから厳しく裁量の逸脱があったかどうかについては、見ていかなきゃいけないということになりますよね。でそうすると、えー、本文においては これどどううですかかかねね合理理的な理由があるるを見るんだよ、ね、あの実際にある程度処分の裁量の範囲の逸脱があったかどうかっていうのを見るわけだからその学校の先生とこうか中学側が言ってることに合理性があるかどうかを検討すればいいんだけどそうするとどうですかこれ合理的っすかね高校選抜のために必要な事項を書いてるんだからいいでしょって言ってますけど見る限りさ これ中学校での活動ないいのに書いてますよねこれ中学校での学内で書いてるんだったら選抜のように供するために中学校の校内でこういう活動してるんだったらまだいいけど中学校の校内での活動以外のことをわざわざ書いてるって考えるとそれはなんかその内申書のために記載する事項としては不合理じゃないですか。っていうふうに考えることができるってこと、ね、あのこれはそれが正解ではないです。 まあ言ってみればその学,外での,かあの学校外での活動というものが当然のごとく中学校の活動とつながっているんだから、えー、それは書くことはできるっていうことも一つの結論だよね。だけどまあその一方でやはり学外活動の記載だよね。ということは中学校での生活態度の記載としては。 不要ななはずなんだよね私はそう思う。なはずなんですよ、えー。つまり学外活動についての記載ですから、まあ、そういうふうに考えていくとやっぱりこの記載することは。 そういうふうな記載をすることには合理的理由はないということになればやっぱり13条の違反だよとちょっとぐちゃったなってごめんなさい13条プライバシーの権利に対する侵害はあるんだということで、まあ、言ってみればここですよね許容性。 えー、許容性なしという結論を導くことは十分に可能なのかなというふうに思います。まあこれ正直なところなんかいろんな考え方あるんで正解はないんだけどあえて言う正解っていうのを言うんだったら作法を守れってことです。いいですね作法を守れってことです。えー、つまり、えーまあ、問題となっているこの内申書に記載されたことが、えーまあ、信教の自由および、えー 思想良心の自由に反する側面と自己情報コントロール権としてのプライバシーを侵害するという2つの権利になっていてでそれぞれの権利性がいかに高いのかもしくは大したことないのかを書いてでその制約というものが強いか弱いかについて当事者の主張をぶつけるということをやるとでその時大体の場合は理由があるんで一定程度もっともらしい。 でそのもっともらしい理由に合理性があるかどうかというのを審査していけばいいわけだから、えーまあ、行政の側というところの特定小数に対する開示なんだとか、えー、内申書なんだから書くしかないでしょと、えー、中学校の生活状況を書くんだからそれは書かざるを得ないでしょみたいなねそういう理由についてはそんなわけねえじゃんっていうね、えー、そこはさあのいわゆる審査密度を上げた上でね審査密度を上げた上でえで、ー、制約対応は十分大きいものだから審査密度も上げるべきだし、えー、学外活動の記載になってます、今回は。 となってくると、それについては合理的理由がないですよということで終わらせてしまえばいいということになります。で、あとは合わせて、B 高校に対しての不合格ということになりますから、だ、え、め、ー、だよねと、まあ、いうことになります。ただ、B 高校、もう一回やっておきます、念のため、ちょっとこっちの方に左ページに、さっきやったのは、ちょっと最初の1問目だからちゃんとやるけど、つまり A 中学校の内申書記載ですよね。 A 中学校の内申書の記載というのはこれはさっきも言ったから20条1項19条違反の問題それからプライバシー権の問題では違憲になっていますじゃあ B 校 B 高校が不合格ですよねでこの時にもあの たあのさっきだめだよって言ったけど一応書かなきゃいけないことはあのこれも裁量の問題ですで、特に合格不合格を決めるということは強い裁量があります、学校には。つまり学力テストが高いから、えー、そういうことなことでね学力テストが高くても生活態度に問題があるとかであれば不合格にすることってのは基本的には可能です、なぜかというと学校長というのはその学内の秩序維持。 であったりとか生徒管理について広い裁量権一般的に持ってますだから誰を入学させるかとか、えー、誰をクビにするか、えー、とかね、えー、懲戒だったら懲戒を誰どういう懲戒をするのかについてとかは広い裁量がありますですから一般論では B 校っていうのは 本来はあるんですよ。誰を入学させるかについては、まあ、なぜならば。まあ、よく言われるのは、これ公立校でも校風維持であったりとか。あとは、場合によっては、あの、学内の秩序維持。もしくは、生徒管理。どうしても専門性があるんですよ。だから。まあ。 今回だから後半になって言えるかどうかはちょっと怪しいところあるけれどもあの必ず学生の成績順に出せってことは言わないわけね、えー、成績順でそれを選びなさいっていうことは当然定められてないんですよ、えー、当然成績の順番がちょっと違っても、えー、それに対してちゃんとした理由があったら、えー、こいつを入学させるとかねそういうことをさせるだけの権利は一般的には持っています、えー、ですからその裁量権の範囲内ならばいいんですよこれはまあさっきの 米中のやつでもちょっと触れとけばよかったんだけれども、えー、裁量権がある。ということは、まあ、この裁量権の範囲内かどうかが問題になるわけですよね。えー、裁量の逸脱かって問題になります。で、ここで裁量の逸脱かっていうことだから、裁量の範囲っていうものと、まあ、今回の制約っていうのをまあ見ていくわけですが、いいですかね、ここまで。 裁量の逸脱があるかどうかを見ていく、で本問においては、考慮すべきでない宗教活動を判定のように、今日していますよね。 本来だったら当然のことが学校の先生というのは裁量はあるけれども当然これは著しく合理性を書けばダメなんですよいい、ね、あの裁量権の問題というのは基本的な考え方って決まっててその合理性がないようなことをしたらその裁量の枠外になるんですね。 で今回、この B 高校がやったことというのはその内申書の成績をもって不合格にしています。えー、つまり、えー、学力考査で、えー、十分、えー、成績高いわけですから、えー、考慮してはいけない宗教活動を合否判断の資料を中心的な資料としたということが明らかになります。で特ににこのの宗教活動いいうものについてはあれででしょう、えーまあ、20条1項で ちょっとこうですねつまりこれってのは20条1項で保障される重要な権利にかかる事項ですよねでこのようなまあ信仰活動とか宗教活動といったようなえ20条1項でその活動や信仰が保障されている重大な、えー、権利にかかる事項ですよねでこのような事項を理由として、えー、資料したつまりこれ自体が信仰理由として振り引取り扱いじゃないですかそれに他ならないでしょ ということは、それ自体が要するに、そういう、もう、時し合理性を欠いてるんですよ。いいですよね。つまり、信仰理由としたフリエット・レースはまさにやってるわけだから、それでは憲法上許されないことをやれば、それは最良の逸脱ですよ。っていうふうに考えていけばいいではないかなと思います。 まあこんな感じです、ねまあ進行理由とした不利益取扱いに他ならないということになります。ちょっとて、ね、うみませんでしたということになります。進行理由とした不利益取扱いに他ならない、えー、つまりそもそもここれが、えー、そもそもこれががそそもも20条1項に違反するような行為をやっているわけです。ということはしたがって、当然のごとく。 最初からちょっといろいろ書いてますけどまあ著しく合理性を書くことは明らかとえ著しく合理性を書くことは明らかであり当然のごとく二十条一項に反して許されないというような感じになるんだと思いますいいですかね まあ特にあのこのなんかどう書いていくかって難しいところですが、まあ、B 高校からの言い分としては要するに入学不許可っていうものについては学校に裁量があるんだということはまず言うと思いますよ。 えー、当然のことが誰を選ぶかどうかっていうのは学校が決めることなんだからそんな文句言うなよって話なんだけれどもそれの理由に合理性がなければだめなわけですよね。それ,にそれの言い分に著しく合理性を書くんだったらそれは裁量の逸脱で違憲になりますからそうすると今回は問題文の事情からもその宗教活動が合否判断の資料となっていることは明らかですからすれば当然それは信仰を理由とした不利益取り扱いしていることに他ならないので裁量の逸脱乱用としては意見だとしてしまえばいいわけです。 でなおですけどはこれもう1つ書いてほしいのがこの裁量の問題出るときにはいかなる不利益処分かは言及しましょう入学不許可だから学生の身分に関わりますつまりただ単に注意をするだとか,、えー、なんか勧告をする、開国をするとかそういうレベルではなくてあの学生たる身分が得られないという処分だということですよねつまりこの不利益取り扱いも大なんですよ、しかも。 になるわけだから、もちろんこんなの許されちゃいけないよと、まあ、いうような感じで、えー、検討していけばいいと思います。はいよいです,か、ね、すると、まず、えー、A 校、B 校というのはちょっとやりましたけれども、一応 A 中はさっきやりましたで B、B 校についてもやっぱりこれ、B 校のやったことの入学不許可というのも当然、芋づる式にだめって感じですよね、あの内申書の記載がだめでもう芋づる資金入学不許可もだめだろうと。じゃあ3つ目なんですが、3つ目はこれ、民間なんですね。 C 社になります。で、これについても、結局は進行を理由とした不採用ですよね。進行を理由とした不採用になってますから、これがやっぱりだめなんだというふうに検討していくことになりますが。 でこれについては、少し説明していきます <laughs> えとまだ、ですねあの例えばインプット段階でまだ、ね、憲法を始めたばっかりの方はあのあ、こういうことがあるんだぐらいで今のところいいですけれども、これ、民間なんですよね、詩人なんですよね、で憲法というのは基本的には公権力と、えー、国民の関係ですよね。 えー、公権力と、まあ、国民の関係というものが原則的に規律されます。じゃあ、私人と私人の関係で。憲法って適用されるかって話なんです。で、これ一応私人間効力とて言われてますね。えー、私人間効力と言われていて、私人と私人との関係では。憲法の直接適用はありません、えー。こちらはまたね、やりますけど。じゃ、どういうふうに考えていくかというと。この不採用は。通常民法の規律になります。どういうことかというと。公序良俗違反で。 無効みたいなねえそんな結論になります、えー、繰り返しになっちゃうけれども憲法というのは基本的には私人と私人の関係を起立するものだから、えー、いいね私人と私人との関係を起立するものである以上は憲法を直接適用してこの、えー、進行理由とする不採用が憲法20条違反だっていうふうに結論付けることはできません結論は必ず必ずじゃないけどねこの不採用が公助両属違反で無効であるとかもしくは不法行為になるとかね 民法7 0九条の不法行為になるみたいな形で、まあ、民事上の解決みたいな結論になっていきます。でこれは直接適用ができなくて、えー、間接適用説って言われてますつまり詩人と詩人との間でこういう憲法上の問題が出てきたときには、まあ、例としてはちょっと1回目だからちょっとインプットっぽいこともやってますけど。 詩人が詩人に対してなんかえげつないことをする場合とかだったらこういう感じになるんですよ。直接的には公序良俗違反だっていう結論になるの。えー、だけどじゃこの公序良俗違反の中に。 憲法の価値判断を取り入れていくということになります。えー、まあ言ってみれば人権規定の趣旨ですね。えー、人権規定の趣旨を取り入れます。だから先ほど言った通り、信教の自由ってめちゃくちゃ重要な権利だよと憲法上保障されるめちゃくちゃ重要な権利だよと、でそういった権利を踏みにじるようなことは公序良俗違反だっていう論じ方になるわけです。 というかね、そういったものについて踏みにじるような行為というものは公序露出違反だみたいな形で,、えー、で,で無効になるみたいな書き方をしていくことになっていきます。はい、一応これについては間接適用説については、えー、もう一度あの触れていきますけれどもで実際にじゃ今回どうなのかということですがいいですかねでするとこの C 社の不採用というのは何をやっているかというと、まあ、実際に C 社と えと, X、との間で、まあ、X については、ごめんなさい、い,い,いか、信仰の自由かっていうね、C 社はどうですかね、<laughs> C 社はどうですかね、なんでこの人は不採用にしたのか、でちなみに細かい話になるけれども、これ、一般的に詩人観光力の場合は、お互いに何か言い分があるんだよね。ねお互いに言い分があるから、公権力による制約じゃないんだよ。 わかりますさっきの中学校とか高校っていうのは一応公立高校公立中学校だからえ貢献力によってて制約さされてそれれそが正当化されるかかいいう問題じゃないですかだけどあの詩人と詩人との揉め事の場合には基本的にパワーバランスは C 社の方が高いよ。パワーバランスは C 社の方が高いけれども公権力がこういうふうに X を侵害してきたっていう次元の話ではないのでお互いに多分何らかの主張があってで例えば C 社の場合、まあ、もう結論言ってしまいますと採用の自由ですよね。 まあ営業の自由、つまりこの,人って商社あのこの会社って商社なわけですよ、すると,、えー、っと C は民間企業ですから、えー、営業の自由という対立構造がはっきり見えてるわけです、で当然のごとで営業の自由というのは、えー、ちょっと触れておくと、憲法22条1項で保障されています。 でさらに、この営業の自由について、えー、この中に採用の自由、つまり誰を採用するのかということについても、まあ、営業自由から導かれることになります、この営業の自由からね。で、さらにこの採用の自由というものは、今回、詩人ですよね。 契約自由の原則からもこれ採用の自由というのは強く要請されます。まあ、民法ですからさらさに でそうすると、この営業の自由のからも憲法上まあ保障されるような採用の自由とか、もしくはその司法ですから、契約自由の原則といったような、まあ、このあたりのものと X の進行の自由は対立してるわけです、思いっきり。ならば、これってのはどうやって考えていくかっていうと、まあ、下手になんか今回、裁量とか出てこないわけだから、比較考慮でしょう、まあ、どちらの利益を優先するのかということについて、きめ細かく検討していけばいいということになります,いいです、ねで。ちなみにこれ判例では 三菱樹脂事件あたりになるのかなということですがあの実際に学生運動とか,なんかそういったものとかっていうまあ、様々あるけれどもその人の思想、心情みたいなのが知られたことによって採用拒否されたという判例があるわけですねで、その時には営業の自由が優越するとされているんですよね。 実際には契約自由の原則、つまり会社、当然のこと、これね、私人観光力においては間接適用されるよっていう前提で、間接適用されるよっていう前提で、そうすると、えー、と今回の場合だったら営業の自由というものがあって、それって契約自由の原則からも、司法上要請されるから、信仰の自由に対して理由として拒絶してもいいと、信仰というかね、その思想信条を理由とした。 あの採用拒否というのは違憲ではないという判例がありますのでその判例の立場に立てばそれに乗っかっちゃえばいいです。判例の立場に立てばこの対立時期を示した上えでやっぱりこれは民間同士だからねと民間同士なんだからそりゃそうでしょうというふうに言ってもいいしいやいやそんなことないでしょと信仰というのはやっぱり重要なんだからその信仰というものに対する不当な制約だと考えることもできます。だからこれについてはうまくこう比較考慮これ対立するわけだから 自分ななりりにに比較考慮していけばいいといけばととうことになります、えっと、ちなみに、これ違憲だという結論に立つのであれば、えー、こ不採用が公助朗読、不採用決定かな、不採用決定が公助朗読違反で無効であるというふうに主張することもできるし、えー、この不採用は、要するに信教の自由を侵害する不法行為であるという結論も出すことができる、まあ、どちらもあるし、どっちも書いていいと思います。まあ、もしこれはだから、えー、違憲の場合ですね まあ違憲とする場合であれば、えー、結局のところ、えー、この不採用決定というのが無効であったりとか、えー、またはまあ損害賠償の対象になるという感じかな。 えまあ実際にこのあたりの物語を <laughs> え言っていくということになります。ちなみにどっちがいいかっていうのはないんですよね。あの要するに当事者がどっちを望むかですよね。雇ってほしいということであれば上を言うでしょうね。えー、実際にこの C 会社に雇ってほしいというふうに思うんであれば公助労続違反で無効だと、負債を決定は無効だっていうし、もう雇ってもらわなくていいから、とりあえず損害賠償をせいだったら709条でいくでしょうね。 不法行為だということで説明していけばいいということになります。で、まあ、合憲ということでやれば、まあ、とりあえず、やっぱり私的実の原則ですかね、というあたりで、まあ、合憲、これだったら、判例でいうところの、ごめんなさい、判例の立場に乗っかるっていうのも一つの手だと思います。まあ 判例だとね、ちなみに合計になるんだけど、どうして合計になるかっていうことについてはちょっと触れとくと、やっぱりね、私的自治なんですよ、私人間効力って。どうしても、あの私人間効力の場合、やっぱり、私的自治の要請すすごい強い強んですよだから仮に、だって皆さんも同じじゃないですか、何か契約結ぶときに、契約の相手方決めるときに、思想良心とか信条とかを理由として、契約書いて変えますよ、多分 こいつとは合わねえなって言って契約結ばないってことは普通にあるでしょ。えー、っていうのはそれはやっぱり公権力との関係でない以上許されちゃうべきなんだよね。だってそれこそだってねその公権力との関係だったらそれはね公権力はそういう取り扱いしちゃいけないけれども私的自治の場面なので比較考慮した結果精神的自由か経済的自由に負けるってことになるんですよ。 でこれはあの分かりますよね、公権力の問題とか、やっぱり違ってくるので、然言ってみれば、これ単純な比較考慮をすると、信仰の自由と営業の自由ですから、圧倒的に信仰の自由なんですよ、憲,憲法上の権利の強さ。だけれども、今回は、信教の自由と、私人間における契約自由あの、営業の自由なんですよ、採用の自由なんですよ。となれば、やっぱり、私人間において契約相手を誰にするのかっていう決定をするということは、やっぱり、えー 尊重されるんだということから、まあ、こういう結論が出ているとされています。ということで、すね、まあ、ちょっと1問目が少し変則的ではありますけれども、えー、まあどちらでもいいですが、しっかりやっておけばいいと思います。まあ、契約締結の自由というところが、ねえー、今回、重視されているということになりますで。ちなみにあの第15問はこんな感じで最初やりましたけど、あの第16問ですね、まあ、ちょっと休憩挟みますけれども、えー、同じように信教の自由を。 えー、あととやっっててみようかなと思ってます、まあ、問題の頭出しです、英雄、えー、は <laughs> 公費でロウソクと線香を購入し、えー、第二次世界大戦の戦没者の遺族に対して、えー、仏教信者の遺族には部線香を、えー、神道信者の遺族にはロウソクを、その用費について遺族の意思を問うことなくは、えー、と配布したで、線香またはロウソクには町長々名義で、えー、戦後50年が過ぎ、 お盆を控えさ懐かしい英霊のご忌憚を心待ちにされていることを存じます英朝といたしましても国家のため一心を捧げられました諸英霊に賛しささやかではございますがここに粗品をお供えし謹んで追悼の、えー、生を捧げたく存じます合唱と記載を含む書面が添えられていたでこれに対し町民は英朝のかかる行為によって精神的苦痛を被ったとして国家賠償請求訴訟を提起した。 えー、この事案に含まれる憲法上の問題点について答えなさい、えー、というのがこの問題の所在ということになります <laughs> でちなみにですけれども、まあ、難しいところですが政教分離原則の問題がまあ出てきそうなんだけどこれ最初に言いますあの国家賠償やってますよねで多分真っ先に思いつくかなと思うのはこれは政教分離でしょ。 いいよね、つまり、えーと、なんだっけ、えー、と仏教や神道の、えー、遺族に対して、まあ、公費を使ってろうそくや、えー、線香を購入しているということを考えると、えー、これ自体が政教分離原則に反する可能性のある行為だとは言えると思います。で当然、公費使ってますから、20条3項と89条,の談で問題89条の問題というのが出てきます。 でまあ、実際に、まあ、次の講義のときはね、あの前半でやりますけど、目的効果基準に立って検討していくと、結構怪しいんですよね、これはね。じゃあ、今回、じゃあ、この国家賠償請求訴訟の中で、政教分離違反を言えるかというと、言えないんですよね。なぜかっていうと、政教分離っていうのは制度的保障なんですよ、人権ではありません。で、国家賠償請求するということは、何かの権利が侵害されたという主張をしなければならないわけですよね。 だからえ仮にこれは政教分離違反だよと言ったところで何もできないんです。でじゃあ、判例で政教分離違反だという,うに言ってるのはなぜかというと、あれは住民訴訟なんですよね。あのこれはもう一回あの、この後半説明しますけれども、あの法律上の訴訟しなきゃだめでしょ、つまりあの国家賠償にせよ、裁判所が法律で、ごめんなさい、裁判所が裁判することができるのというのは、 結局は法律上の総称でなきゃいけなくて、つまり国民の具体的な権利利益に関するもので、法律を適用することで、究極的に解決できるものであることが必要でしたよね。で、その法律上の総称の、要するに個別的な権利性っていうのがないんですよ、この政教分離違反には。だから、この国売訴訟で政教分離をルル述べてもあまり意味がない。 でそれに対して住民訴訟というのが行政法でやりますけどねで住民訴訟というのは別に個々の権利性がなくても訴訟提起できるんですよ。つまり国が行ったおかしいこと地方公共団体が行ったおかしいことを是正するための訴訟ですから、えー、なんか公金使ってんじゃねえよみたいなね、えー、勝手に公金使ってんじゃねえよみたいな感じでその地方公共団体がやっている行為についての是正というかね、えー、それを求める訴訟だから住民訴訟だったらいくらでもできるんですよ。 知事が公費で、なんか知んないけど、知事が公費で靖、えー、国にお金払ったとかね、特定の神社にお金払ったとっいうことであれば、住民訴訟の中でその公金支出がおかしいって主張して、それを返せって言えるんですよ、えーその、その払ったお金を戻せっていうに言えるんだけれども、今回は町民 X の個人訴訟なんですね。えー、ということになると、えー、制度的保障説に立つと、どうしてもこれを、えー、政教分離違反だっていうことから持っていくことはなかなか難しいと。 まあもまあ、頑張ればね、政教分離違反の状態になって心が傷ついたっていうね、えー、そういうことは言えるかもしれないけど、なかなか筋が悪い。じゃあ、これ、何でいきますとか、何で定起してますおそらくは町長、町民 X が何者かは分からないけれども、まあ、分からないんですよ、これ、仮にこの人がキリスト教徒だった場合ですね。には 宗教的性質を害されたっていうしかないでしょうねつまり宗教的人格権の問題として捉えていくと、えー、つまり自分とは異なる宗教のこういう行為によって自分の穏やかな宗教生活が妨げられたまあもちろん場合によってはねこれ別にいいんですよあの仏教の信者だとしてもありえるよね仏教の信者だとしても何で神道のやつに、えー、なんだっけろうそくやってんだよと。 まあこれは仏教の人たちからすればそっちが気に食わないだろうし逆もあるかもしれないもしくはそれ以外の宗教であればその2つの宗教に対してだけこういうことをやっていて自分の宗教的な、えー、性質な環境がなされた、えー、なんていうふうな形を言うことはできるつまり自分の宗教感情が害された、えー、という主張はあり得るかだと思います。そううすするともわかりますね自衛官合事件 の問題になっていくということになりますので、まあ、ちょっとこういう問題ってなかなか出てくるかもし、出てくるか難しいけど、今回、政教分離の主張がブロックされてます、いいですね、あの要するに国家賠償訴訟を提起したということからは、政教分離を書くことっていうのはなかなか難しいので、政教分離以外で何か思いつかないかということをまあ考えていく問題ということになります。まあ、少ししこれにについいてて休憩を挟んで丁寧に説明していきますが まあ今日のメインになるのは、ね、実は後半だったりするので、第17問までが政教分離で、もう一回、第18問で、あれですかね、剣、えー、道受講拒否事件をベースとしたもので、まあ、予備試験を受けられる方は、令和元年で、えホバの証人、剣道受講拒否事件をベースとしたと思われる判例の問題が出てますから、まあ、これを使って、実際に答案が書けるかどうかみたいなことを、ね、確認していけばいいかなと思いますじゃそれででは一旦ここで休憩いたします。